熱帯蝶族は、蝶類熱帯蝶目熱帯蝶科の属である。熱帯蝶化唯一の属で、現在は、熱帯蝶目唯一の属でもあるが、歴史的には、他の目にところ属したこともある。インド洋、大西洋、太平洋最大種は赤橋熱帯蝶。最小種は、白尾熱帯蝶で全長7 0 8 2センチメートル。翼海蝶9 0 9 5トル。 中央のお葉2枚は細長く伸長する。全身は白い羽毛で覆われ、黒い斑紋が入る。翼は長い。くちばしは頑丈で、下方へやや湾曲する。くちばしの外縁には、ノコギリ状の突起があり、加えた獲物を逃がさないようになっている。講子は非常に短いが、後の間には水かきが発達する。講子の色彩は褐色。 孵化直後のヒナは全身が綿まで覆われる。伸長したオハはオスの方が長い。また幼鳥は反門が多く、オハに伸長した羽毛がない。熱帯の海洋に生息し、日本語圏や英語圏での総称の由来になっている。繁殖期を除いて陸に上がることはなく、海面で休む。海面に浮かぶ時は伸長したオハを高く上げる。 甲子が短く胴体の後方にあるため、地表では直立して歩行することができない。食生は動物食で魚類や軟体動物を食べる。羽ばたいて空中に静止して獲物を探し、獲物を見つけると上空から急降下して潜水し捉える。繁殖形態は乱生。ペアは一生解消されず、産卵場所も同じ場所を使い続ける。集団繁殖地を形成し、 産卵場所をめぐって、激しく争うこともある。断崖に開いた穴や、茂み、樹状などに巣を作らずに、一回に一個の卵を直接、産む。かつては、ペリカンモク熱帯鳥アモクファサンテスの唯一の、トガとされていた。シブリーエトール、1988は、コノモクコウノトリアモクノトリ下目熱帯コモクファサンテダの唯一のトガとした。現在は、 分子系統に基づき、熱帯鳥目の単一の都賀に分類されている。熱帯鳥目は神学類の中でキジカモ類の次に分岐したメタブスに属し、その島イグンのコリナブスに属するペリカン目やコウノトリメとは遠縁である。俗名ファイトンはギリシャ神話の登場人物パイトンに由来し、飛翔する様子が太陽の戦車を連想させたことに由来する。食用の狩猟。 人為的に移入された動物による繁殖地の破壊などにより生息数は減少している。ありがとうございます。